さんこんにちは。アスリート個別栄養サポートの北みのりです。こんにちは。今日はですね、桜がとっても綺麗ですね。春めいたところからお送りしていきたいと思います。皆さん春に向けてね、新しい環境、そして新しい生活、そして春に向けて結果を出していきたいという選手も多いんじゃないかと思います。そんな選手にですね、後悔はしてほしくないと思っております。このチャンネルでは体を大きくしたい、バテにくくなりたい、背を高くしたいというアスリートに向けて情報を発信しているので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。春ですね、はい、春に向けてね、頑張っていきたい選手多いんじゃないかなと思います。新しい生活になってとか、新しい環境になって怪我をしてしまう選手がすごく多いんですね。でそれをやっぱり防ぎたいし、世界一の笑顔の瞬間を食で作るためにも、寒くてですね、桜は咲いてるんだけど寒くてですね、口が動いておりません。めっちゃ寒い頑張って喋ってきます。春に向けてですね、世界一の笑顔の瞬間を食で作るためにも、怪我をして遠回りをしてほしくないと思っております。みんなでね、最高の笑顔を作るためにも、ぜひね、予防をしていきたいので、今から準備できることをね、ぜひやっていきましょう。以前ね、怪我の食事っていうところも出した方もいるので、参考にしていただけたらと思うんですが、本当に新しい環境になって怪我をする選手が本当に多いんです。だからこそ今から気をつけておいてほしいですし、今からできる準備、日々のね、食事っていうところを改めて見直してもらえるといいかなと思います。5月ゴールデンウィークに入って合宿だったり試合が続く選手多いかなと思います。夏の大会に向けて春の予選が始まる選手も多いんじゃないかと思います。そこで怪我をしてほしくないので、体が作られるには3ヶ月、90日から120日はかかると言われております。なので今からですね、怪我をしない体作り取り組んでみてもらえたらと思います。春に向けてですね、乾物をたくさんチョイスして置いておいたりだとか、日々のね、海藻類だったり豆類だったり、あとキノコ類だったり、取れるものね、ぜひぜひちょい足しして日々のパフォーマンスアップ目指してもらえたらと思います。今日はね、どちらかというと春らしい気分をお届けしたくて、急遽撮ってみました。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは体を大きくしたい、バテにくくなりたい、背を高くしたいというアスリートに向けて情報を発信しているので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またですね、お悩みについて詳しく知りたいという方は、概要欄に LINE の追加方法があります。そちらに行っていただくと、レッスン体験会の情報やセミナーの情報、イベントの情報が流れるようになっているので、ぜひそちらに行って一緒に学んでいけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート個別栄養サポート北みのりでした。